ちゃんとどうぞ見てください。少し遊ぶ、切れない方が好きなんだ。こっちか。強烈だな。もうしおんくんは膝に乗ってくるようになっちゃったな。しおんくん、はい、いいよ。はい、ここで座ってください。あ、あんずちゃん降りてきた。あんずちゃんも降り。じゃあカリカリ呼んでみようかな。はい、あんずちゃんカリカリもおくね。はい、美味しそうだね、カリカリも。あれ、ウエットだけにしても、うん、やっぱ同じくらいだった。カリカリ好きになっちゃったのかな。
だけどね。うん。うん、はい。じゃあしおくんそろそろもらおうか。しおくんね。はい、ご飯ね。はい、まずはカリカリね。はい、ウェットご飯。はい、どうぞ。はい、仲良し。仲良しちゃん、あれ、ちゃんくんは寝てるのか。暗がりですが、仲いいですよ。よいしょ。遊びに出ますか？はい、どうぞ。はい、シャン君。若い子がいなくなったからあんまり走り回らなくなりましたが、その代わりお父ちゃんにごっつい甘えるようになってきました。ありゃー、こうやって持ち上げても平気です。こんな感じです。爪3本だけ切ったのを残りも切りたいな。爪切ろうぜ。まずちゃん降りないの？ご飯ながりな。そこがさ、開いたら出てくるかも。このスペースが。うん、あ、下がね。で、もうちょっと振ったらすぐ出てくるよ。はい、どうぞ。では、お誘いの、お誘いの。お皿全部回収する？カリカリは合わせておいとく？この動きが大きい分だけ。そうなんだよね。ちょっと狭いからこっち使った。はい、これでどうですか？
ピンクはなんかついてるのかな。あ、ついてた。よいしょ。おとりで掃除するんだって。ずちゃん、はい、ちゃんが撫でられるときにね、体の力が全く今入ってないのね、うん、だいぶいい感じになってきたね。尻尾、尻尾、どうしていいか分からないにならなくなった。そうだね、尻尾触らしてよ。こんちゃんか。あ、さっき結構食べてた。カリカリ食べた。マジの中で吐いちゃったかな。シャン君が心配しに行きました。